言ってる暇があったら練習しろよ。マジですよ。大学のスカウトだってたくさん来てるじゃないですか。大学なんて行けないよ。え？あと一本走ってくる。いつまで私はこうしていられるんだろうか。私が一人で起きるのに不満でもあるの？ある。最近飯炊くのに時間がかかるんだよ。ガス直火炊きに変えたからな。ん？どうりで最近ご飯がふっくらだと思った。たく、帰ってくるのもここんとこ妙に早いし調子狂うな。料理ってのは段取りが大事なんだからな。あら、それはごめんなさいだけど。歩、私もあんたに言っておきたいことがあるの。なんだ？最近あんたの学校でいろんな事件が起こってるけど、あんたはもう首を突っ込まないで。あれはあくまで警察の領域内のことよ。わかってるよ。姉さんの邪魔はしないよ。ならいいわ。清高が犯罪者の俺たちと協力関係にあると知られてもいいのか？
姉さんには知られるわけにはいかない。窓の外、キラキラキラに流れ星が。また変な歌だよなあ。はい。あんたなんでついてきてんだ。それが簡単に言えば、ナルミあるとこに事件ありっていうか。ふざけんな。ああ、待ってくださいよ。あっ、急に待たれても。お、高町涼子さん、2年生で陸上のエース、インターハイ2年連続制覇のトップアスリートです。それが何やってんだ。ああ、ゲームですよ。運動部系では流行ってるんです。子供が遊びに使うゴムボールを片方が投げつけるんです。当たれば投げた方の勝ち、当たらなければかわした方の勝ち。負けた方はジュースをおごる決まりなんです。投げる球は3球、距離はだいたい8メートルってとこでしょうか。投げ方は自由ですけど、一度地面についた球、例えばワンバウンドは当たってもダメです。動体視力に反射神経、そして瞬発力が勝負を決めます。運動部員にとってはまさに燃えるゲームなんですよ。でもこれはちょっとした名勝負ですね。だって投げてるのは野球部のエースピッチャーですもん。だがこのゲーム、単純に運動能力だけとも言えないな。ゲームの本質はもっと別にありそうだ。そんなことないですよ。先輩を任せる人いませんよ、絶対。練習すれば誰だってできるんだって。そうかな。じゃあ先輩、私たちはここで。あ、気をつけて帰れよ。はい。陸上の世界じゃ有名人らしいな、涼子。ラザフォード、何の用だい。あんたの顔を見ると虫唾が走るんだけどな。お前の力がいる。手を貸してくれ。言ったはずだよ、あんたらの邪魔はしない。その代わり私を巻き込むなって。近々最も厄介なハンターが現れる。対抗するにはお前の力がいる。同じブレードチルドレンとして。たとえハンターに他の連中が駆られたって関係ないね。第一、私はあんたを許しちゃいない。そう、こいつらさえいなけりゃあいつは人殺しにはならなかった。ブレードチルドレンの手が血に染まるのは運命だ。いくら早く走れても未来を夢見られないのもな。嫌だと言っても引き下がる顔じゃないね。ゲームで決めよう。私はちまちま頭を使うのは嫌いでね。悪いけど単純な運動神経勝負で行かせてもらうよ。シンプルなゲームだな。がそれだけに面白いとも言える。デリケートなピアニスト様には向かないゲームだけど、私を仲間にしたきゃ
それくらいの範で超えてみな。このゲーム、言っとくけど私は無敗だよ。野球部のエースピッチャーだって仕留められなかったんだからね。そいつには、このゲームの本質がわからなかったんだろう。へえ、あんたにはわかるっていうのかい？これは単なる射的ゲームではない。むしろ、知略と判断力が問われるチェスに近い。ボール遊びには通じてないが、チェックのかけ方なら知っている。百発百中だな、カノン。固定標的だからね。練習すれば目隠ししてでもできるよ。その腕なら移動標的も狙えそうだな。それは違うよ。移動標的だと狙いの付け方、アクションから全て違ってくる。高性能照準付きのライフルでも一流の狙撃手でないと難しいんだ。僕も母さんに連れて行ってもらった狩りでは散々だったよ。5メートルの距離なのに、ノウサギに余裕で逃げられる。鳥なんか狙いもしなかったよ。覚えておくといい合図。動く標的を訓練した技術や道具の能力だけで仕留めるのはまず無理だ。標的の思考を読み罠を張る知略が必要なんだ。チェスと同じだよ。逆に言えば、技術がなくて道具を扱えないとしても標的は打ち取れる。ま、訓練するに越したことはないけどね。カノン、お前に教えられたことは多いな。動く標的を三度のチャンスで仕留める。腹は減ってないんだけどな。大丈夫、おやつは別腹ですよ。ところで成美さん、あのゲームの本質って何ですか？ゲーム？ほら、さっきグラウンドでやってた。ああ、あれか。あのゲーム、一見運動能力が勝負みたいだけど、それだけじゃないってことさ。球は軽いゴムボール、どんな剛腕投手も速球は無理だし、変化球は投げやすいけど、高町クラスのアスリートなら手元を読んで簡単にかわせてしまう。そっか、ただ1球ずつ相手を狙ったって避けられちゃうわけですね。最初の2球を捨て球に使って3球目を投げた時、いかに動けない状態に追い込むか、その知略と判断力がポイントなんだ。なるほど。じゃあもし成美さんが高町さんを仕留めるとしたらどうしますか？そうだな、さあ、ラザフォード、お前は最初の2球をどう捨ててくる？準備はいいよ、いつでも来な。リョウコ、投げる前に一つ教えてやろう。俺は最初の2球で体勢を崩し、3球目で仕留めるといった戦術は取らない。これは予言だ。第1球、この第1球がお前を仕留める。何のつもりなんだ、つまらないハッタリか。ではゲームを始めようか。やはりラザフォード、このプレッシャー、物が違う。この気迫であいつは敵を潰してきたんだ。落ち着け、奴の戦術を読むんだ。初球はどうやったって当てるのは難しい、それがこのゲームのセオリーだ。なのにあいつは第一球で私を仕留めると言った。なぜだ？そうだ、あぶー、よく食うな。お芋は特に別腹ですから。で、さっきの答えは？
そうだな。まず第一級で仕留めるとでも宣言してみるか。え、そんなことできるんですか？まあ聞けよ。そうすると相手は第一級に必要以上に気を取られる。そこで第一級を真上に投げると反射的に球を追って上を見上げるだろ。うんうん。そこへすかさず残りの2球を投げる。さらにこれがかわされたとしてもだ。ボールが地面につかなきゃ使えるルールだろ。とどめの4球目ってわけさ。おお。そう、とどめの4球目。ここまででかなり体勢は崩されている。当たる確率は高い。一つの球をフェイントとフィニッシュに使うってわけか。こしゃくな手だよ。宣言も嘘にはならない。最初に投げた球で仕留めるのは確かだ。おまけにあいつは両手で自由に鍵盤を操るピアニスト、つまり両利き、ベストの戦術だ。でも勝つのは私だ。来な、ラザフォード、かわしきってやれよ。できるか。今日のお前に運はないぞ。予想通り、この球はフェイント。微塵も視線をそらさず、無駄に身動きしないとはな。甘いよ、ラザフォード。あんたの手なんてお見通しさ。いや、甘いのはお前だ。あ？良子、チェックメイトだ。予言したはずだ。第一球がお前を仕留めると。真上じゃなかった。私の上に落ちてくる放物線上に投げたっていうのか。そんな投げ方できるわけない。ボール遊びもしないあんたが初めてのこのゲームでそんなことが。初めて、本当に初めてなのか。私がすんなり仲間に入らないことは目に見えている。追っ払うのに勝負を挑むことも。私はこのゲームでは無敗だ。あらかじめ私の周囲を調べ、行動を予測し罠を張ったってのか。しかもこっちの読みまで計算内だったと。あいつの戦術を見切ったと思った私は、一球目に気を取られないよう目でも追わず動きもしなかった。その思い込みが私を移動標的から固定標的に変えた。真理の罠だ。今後の指示は追って連絡する。それまで待て。待ちなよ。約束だから手は貸してやるけど、私は人殺しは絶対しないよ。私は殺さない。たとえ相手がハンターでも、やるくらいならやられる方を選ぶ。分かっている。だからお前が必要なんだ。え？頼りにしている、涼子。ボール投げの練習で大事な指を痛めたんじゃないのかい？白鳥みたいなやつだよ。水面下じゃ必死でバタ足してるくせに、決してそんな素振りを見せやしない。ナルミさんと一緒にいると本当ためになります。それはいいけどな。ちょっと別腹が大きすぎないか。じゃあナルミさん、どうもありがとうございました。また送ってくださいね。そんなつもりじゃ。それから明日、お前には悪くないことがあるはずだ。
うるさいな、聞こえてるよ。だってだって今日2年に転入生があるんです。転入生ぐらい珍しくねえだろ。それが本当に大変なんです。おう、しばらくだな。なんで今日からクラスメートだ。よろしくな。コウスケ。乾いた喉に流し込んだ甘い香り、心が次から次へと溢れ出す。いつまで私はこうしていられるんだろうか。待って！言ってる暇があったら練習しろよ。マジですよ。大学のスカウトだってたくさん来てるじゃないですか。大学なんて行けないよ。